久保がスーパーボレー団にオウンゴール誘発、マンオブザマッチの大活躍だったな。そうなのよ。今回は久保の活躍をサクッと短い時間でやるのでぜひ最後まで見ていってね。ラリーガ第21節では久保が所属するレアルソシエダがアウェイでエスパニョールと対戦。ソシエダとしてはコパデルレイのバルセロナ戦、そしてリーガのレアル戦と厳しい相手との連戦、さらにバジャドリー戦の敗戦とちょっと厳しい試合が続いたな。バルセロナとやってすぐのレアル戦。ここでかなり消耗してのバジャドリー戦だったからな。そうね。リーグ戦9連勝から3試合勝利なしにはなってるけど、相手も考えると厳しかったわよね。一方のエスパニョールは残留争いで毎試合少しでも勝ち点が欲しい。そんな両者の戦いだな。では久保中心に試合を見ていこうぜ。久保は右サイドでこの試合スタメン出場。15分。右サイドでボールを受けた久保はカットインから左足シュート。これはゴール右に外れたわ。まずシュートを打つことが大事だからな。カットインからのシュート。らしいプレイだったな。すると22分。自陣右サイドから左サイドのオヤルサバルにサイドチェンジのボールが通ると、スペースに走り込んだイジャラメンディに、ペナルティエリア内左からクロスを上げると、中央するロットがヘディングでそらし、ギリギリペナルティエリア内右で待ち受ける久保に、このボールをワンタッチで落とすと、ワンバウンドしたボールを完璧なタイミングで左足シュート。強烈なシュートはキーパーの手を弾きゴールに突き刺さり、ソシエダが先制に成功。いやーすごいシュートだったよな。ワントラップからのシュートまでの流れが完璧だった。完璧なタイミングでミートさせたな。気持ちのいいゴールだった。そうね。ワントラップで絶妙な位置に落として、タイミングを合わせた強烈なシュート。まさにゴラッソだわ。前半は危ないシーンもありながら、レアルソシエダが久保の得点で1点リードで折り返し、後半に入るわ。すると50分。左サイドをヤルサバルの絶妙なグラウンダーのクロスにペナルティエリア内中央、フリーのスルロットが冷静に流し込み追加点。さらに62分。今度は右サイドの久保が少しカットインから左足でのクロス。このボールにニアサイドでディフェンスがヘディングでクリアしようとするも、自陣ゴールに入ってしまいオウンゴール。久保のクロスがオウンゴールを誘発。3点差となったわ。相手ディフェンスはアンラッキーだけど、綺麗な得点だったな。ゴールに向かう速いクロスだったし、久保のクロスが良かったな。中央に味方が走り込んでたし。そうね。このオウンゴールをしたカブレラはこの後退場になったりと散々だったけど、この試合はエスパニョールが2点を返して最終的に 3-2 でレアルソシエダが勝利。久保がスーパーボレー団とオウンゴール誘発で勝利に導き、この試合のマンオブザマッチに選ばれたわ。久保大活躍だったな。3点差ついて楽勝かなと思ったけど、最後の方は追いつかれるかとドキドキしたぜ。前半も危ないシーンがあったし、目が離せない試合展開だったわね。そしてスペインで試合後の久保のインタビューが話題になったので紹介するわね。久保にインタビュアーがボレーシュートをどのようにミートさせたのですか?と質問。しかし久保はチームの問題を語るストイックさを見せたの。いえ、僕はもっと求めているので、もっと自分たちに要求していきたいので、全部に満足しているわけではありません。馬鹿げた形でボールを失うこともありましたし、最後は疲労もあったので、まあ、このチームの大量得点に参加できたことは嬉しいです。ただ欠点とまでは言えないかもしれませんが、ここ最近の試合については自分たちを責める必要があると思います。久保のインタビューで毎回年齢いくつだっけ?って思うよ。いい意味で。30歳のベテラン選手みたいな受け答えするんだものね。そしてこの久保の発言がスペインのテレビ番組のツイッターで触れられていて、自己批判として紹介していたわ。久保としてはやはりチームが終盤に2失点してるし、手放しでは喜べないってのはあるかも。にしても素晴らしい活躍だった。そうね。チームとしては終わらせ方に問題はあったものの、やはり久保にはスペイン各メディア高評価で、8か9点。このように評されていたわ。またしても日本人の素晴らしい活躍だった。彼はフィジカルの天才で、ウィンガーとしてプレイしているにもかかわらず、どこにでも現れる。プレス、クラッシュ、スティール、スピードアップ、そして素晴らしいゴールを決めてくれた。本当にどこにでも現れるよな。攻撃もだし、守備の時も。そうね。次は地元バンエルデスマルケの評価よ。またも素晴らしいゲームを作ってくれた。今回はエスパニョールのディフェンスに悪夢を見せた。この日も2本のシュートを放ったが、素晴らしいシュートで0-1とした。カブレラのオウンゴールを誘った日本人の素晴らしい仕事ぶりだった。チームとしては3試合勝利なしというところで久保の活躍は本当に大きいな。これで再びチームに勢いがつきそうだ。そうね。まさに久保がこのチームを引っ張ってる。今後の活躍にも期待しましょう。高評価とチャンネル登録を忘れずに。それではまた次回。